いい人ありがとう。ねえ、寒くなったよね。今日は寒かったので鍋を作って食べました。みんなは何を食べたかな？そう、急に寒くなったから。顎関節症がさ、悪化したのかさ、顎を動かしたらめっちゃこっちが痛いんだよね。もともとね、顎関節症なんですけど、なんか痛い。大丈夫だけど。明日のカラオケ配信できます。8時から10時やりたいと思います。すごい、最高ギフトありがとう。最高。プチ旅行楽しかったです。リコチと行きました。大阪に。あ、卒業公演の受付が始まったんですか？もう始まってる？お、じゃあ皆さん。皆さんぜひお待ちしております。11月23日土曜日、私の卒業公演がありますので、皆さんぜひぜひお越しください。今週はね、あさってに写真集のイベントお渡し会があって、あ、90あるね。90。9日、10日。ですね。9日が渋谷、10日が
三宮。ですね。で、14日が僕隊があって。僕たちは間違えた、花田ですいつの時代花田霊があってなんで僕たちになったんやろ僕たちやりません。雪崩があって、で17日に また広島でお渡し会があって、ですね。あ、なんか顔が痛いな、なんなんか嫌だな。もう昔から顎関節症なんですね、私は。ポキっていう音は治ったんですけど、なんか顎をあーって開けるときに、グワーンってなるんです。だから歪んでて、めっちゃ関節、こっちの関節が痛いですね、今。どうにかしなければ。ギフトありがとう。今日は卒業公演で歌う曲を提出しました。希望通りになるかわかんないけど、いや、なんかもう何も聞かれなかったから、私からそろそろ提出した方がいいですかって言って、みんなどうなんだろうね、どういう曲やりたいって聞かれて提出するのかな、どうなんだろう、わかんないけど、私は何かそろそろかなと思って自分から言ってみたんですけど、そう、何かもう23日だから、え、やばくないと思って、何も聞かれないってやばくないと思って、で今日言ったんですけど、どうなんだろうな、それでまた希望が通らなかったりして、したらどうするつもりだったんだろう。
分かんないんだよねそれが、うん、いいんだけど。こんばんは。ギフトありがとうございます。卒業公演申し込み完了ありがとう。旅行に当たりますように。大丈夫だよ、当たるよ当たるでしょう。ブルーライブ、23日まであと7日か、16日、あと16日、おお2週間くらいか。わお。わお。そうか。まあでも活動は31日まで、30日か、11月。当落は18日。準備することがあるな。あー最近本当に行き詰まってて大変。はあ。前髪が。
考えることが多いんだよ。こんばんは。そんなにねバタバタ忙しいわけじゃないんだけど、なんか自分で全部自分でやるのがあーってなるもういろんな手続きとうとう、なんか卒業することに対してのあれはないけど、大変さはないんだけど、でもいろいろと自分のねプライベートのことでねあれしたりこれしたりあるなと思って、あ、新曲出るの発表された？そうなの？あ、今された。あ、そうなんだ。1月15日。ほう、レッツゴー。なんかね、ちょっと前にね選抜発表がねあったんだよね。私はあんまり知らないけど私は知らんけど、選抜発表が聞かなかったことにしてください聞かなかったことにしてください知らない風の噂で知らない知らない、なんか風の噂であったっていうのを聞いて、でも私はあの選抜が誰かなのかはっていうのは私は知らないです。あ、これは知らないから。でもなんか風の噂であったっていうの、だってそうじゃないとさ、別にだって新曲発売されるってなったらさ、誰か選ばれてさ、でその誰か16人なのか全員選抜なのかは、それは私はさそこまでは言ってないけどさでもその新曲発売するってなったらさ、誰が入るかっていうのはもう決まってることやし、もう発表されてることもおかしいことじゃないから、別にそれは選抜発表あったっていう出来事は言ったっていいよね。そうだから大丈夫、私は聞いたことで大丈夫です、それは。はい、いや言い訳とかじゃなくって、まあ、その逆算したら分かるから、別に私はあの言っても分かるやん、だって
発売するんやなってなったら、あもう選抜発表あるんやろうなみたいな感じでね。え待って、じゃあ逆にじゃあその新曲発売されますよってなったとしてこれからその選抜発表しますとかってなってたとしたらめちゃくちゃ遅いでしょ。うん、だからまあ普通にそのそれ以前に発表されたっていうことはあセーフだから、別に私は焦らなくていいです。ですね。と自然の摂理、自然な順番ですね。はい。そうそう。そうですよ、例えば入学式ありますよってなった時に誰が入学してくるかっていうのを、あのもともとその前に合格発表があるわけなんですから、ね、試験があって、で試験があってその合格した者が入学するっていう、その入学式の前に入学者は決まってるわけですから、だから選抜その1月15日に発売されるってなった時も、その発売されるそのシングルに入る人も決まってるっていうわけですから、あもう大丈夫なんですよ。はいうんうんうん、 OK です、 OK です。それでね、誰々が選抜に入ったとか誰々がセンターになったとか言ってたら、もう私は割とちょっともうやばいけど、はい、あのね、擦るとかじゃなくて、私がちゃんとあの説明したかっただけで、あの擦るとかその焦ってるとか言わないでいただけますか。うん、あのね、そういうことじゃないんだよね はい、なのであの今から私に対する、私がんって思ったことのコメントをされた方はもう全員出禁となりますので、はい、よろしくお願いします。はい ゲストありがとうございます。
はい、もう卒業公演 もう私がまだなんか言ってるなって思ったことコメントに対してはもう卒業公演も落選させます。はい、落選、配信できんみたいな感じで。はい。皆さん気をつけて、気をつけてコメントしてくださいね。はい、もう権限はありまくりですよ、私の卒業公演なので。こんばんは。結局私の卒業公演は誰が出るんだっけ。なんかね、その最初に提案された日はメンバーが全員揃ってるって言われたんですよ。で、23日はメンバーがいろんなお仕事でいないからと揃わない、揃わないっていうか、あんまり そのお仕事とかでの事情で出られないって子とかもいるから、そのメンバー、そう、私はね、あの2期生との思い出の方がやっぱり同じ同期としてねあるから、2期生をの方をこう優先的にで出させてもらえたらいいなって思って、でそれで言ったんですけど、それだったらその18日の方が、あの他のメンバーもそこまでお仕事がかぶってなくってメンバーみんな揃ってるよみたいな言われて、ででも私は23日の方が会場的にも良かったから、あの23日でって言って、でちょっとメンバーはその他のお仕事あって出れるか出れないか分かんないけど、うん、まあでも調整するよみたいな感じで、そうで私はそのできればっていう話で2期生って言ってるので、その1期生さんとかドラフト3期生さんとか、その 2.5 期生3期生ちゃんのみんなが全然そのどのメンバーが、まあ、結局出てもらうことになる、出ていただくっていう形になるので、その出てもらってもいいから、だからまあ23日が土曜日だし、その土曜日で来やすいだろうなっていうのと、まあ、結局出演メンバーはまあ、どのメンバーが出てくれても私はいいっていうか、まあ幸せだから、やれることがね、卒業公演やれることが幸せだから、曜日の、曜日じゃないわ、
23日の方を撮りますみたいな感じで。そうなんです。でさ、そうなんですよ。その時点で楽曲についてとかさ、そうセットじゃんか、セットじゃん。もう普通にさ、今まで何回、あ、待って、やばい。ちょっと私本当に、あ、まあいいか。そう、まあセットじゃん。いや、墓穴とかじゃなくって、大体さ、そのなんだろう、例えばさ、旅行に行きました、卒業じゃないわ、空港着きました、空港からその市内に行くその移動はどうするかって考えるのもさ、自然に考えることじゃんか。空港着いて、ただその着いた飛行機到着しました、着いたばかりで、これからどうするってさ、ならないように、その空港から市内までのその移動のね移動手段をさ、もちろん自然にさ、そこがセットで考えるじゃんか。まあ、そんな感じで、その卒業公演 その日程、曜日、メンバーってなってきたら、もうその流れでさその流れでさ、じゃあ卒業セレモニーの楽曲考えといてねぐらいのさ、ことはあるんじゃないのかなとかって思うんだけど、それは私の普通なのかな、どうなんだろう。その空港着きました、旅行で空港着きました、何も考えずにその場でってその市内に行くまでの電車の方がいいかな、バスの方がいいかなってさ、やるの、これが普通なの。私だったら、その旅行に行く、まあこれはただの例えだけど、旅行に行きますってなったら、空港到着して、そっから先のなんだろう、移動手段とかさ、もうそこセットじゃん。計画立てるじゃん。日本国内だったら、まあ別にどうでもいいけど、あの海外とかだったらよ、海外で例えばイタリアのなんちゃらかんちゃら空港を着きましたって言って、でここの空港にずっとおるだけだったら、何も観光は始まんないじゃん。で そっからじゃあ何モッツァレラバスかなんとかかんとかとかあるでしょ、絶対。知らないけど。でそう、なんかあるかもしれないけど、でもそういうのをさ、やっと乗って、それに乗ってそれに乗って、そのね、なんかお目当ての場所に行けるじゃん。そこもう、そこセットじゃん、そこそこセットじゃないですかそうそうそう、だからもうセットで
物事をなんで考えないんだろうと思って。例えば大きいコンサートがありますってなった時にも、じゃあその前のそのレッスンはどうちょっと待って、モッツァレラバスはないか、そっか。そう、だからちょっともうちょっとセットで物事の流れというかを、あのね、考えた方がいいなと思うよね。いやでもそれはなんか私自身にも言えます。なんかね、私も結構行き当たりばったりなところあるし、もうなんならすっぽかしてしまったこととかも何回もあるので、もうこれはもう自分に対して言ってるからね。あのこれ、はい、これ自分に対して言ってるから、自分ちゃんとしろっていうことで言ってるから、本当においおいお前っていうのはもうこの私ですよ、この指先の方向私ですから、はい、ごめんなさい、すいません、ちゃんとしますっていうことですからね、はいはい、大変失礼しました、本当にごめんなさい、ごめんなさい、私でした、悪いのは、ごめんなさい、私です、はい、私です、すいません、すいません、私が私なんです、はい。っていうわけで、そう、まあ何が言いたいかっていうと、まあ何が言いたいかっていうと、私が悪かったです、はい、そうなんですそう、なんかね、この間ね、インフルエンザの予防接種が、まあ、毎年あるんですけど、それめっちゃちゃんと忘れてて、めっちゃちゃんと忘れてたの、本当に。一昨日かな、11月5日だったんだと思うけど、そう、もうすっかり丸々忘れてた。うん、しっかりもう完璧忘れてた。うん、ちゃんと忘れてた。で、また受けに行きます。っていう話です。今度はもう。たまたま行きますもううっかり行ってしまいます。もう次の予防接種はもうたまたまうっかり行きますので、大丈夫です。
いただきます。あ、あ、そう、大阪行った時の、大阪行った時の動画を撮りました。なのでもうすぐでファンクラブのやつに上がるので楽しみにしていてください。まだ編集中だけど メンバーにまだ写真集見せてないですね。ちょっとあげますね。最強じゃないよ私、もう本当にもう全然最強じゃないよ、本当に今全然最強じゃない。もう今結構ね最低ライン最低ラインよ。もうなんかさ、私何に対しても全部あのネガティブ変換できる自信がある今。本当にいやもういやもうから始まって本当に。ポジティブ変換できない、できない気がする。だからさ、私ポジティブな人とおるときに本当にびっくりするんですよ。考え方が全然違いすぎて本当にびっくりするそう、今が最低ならもうじゃあ上がっていくだけだねみたいな、すごいすごいと思う。ポジティブ変換できる人なんかなんて言うんだろう、私のネガティブのをもうちょっと詳しく説明すると、なんかその負の感情とかその物事に対してそのリスク管理を しときたいわけ。例えば次起こることに対しての
これはこれがダメだったら最悪こうしようとかさ、だからなんかそのどうしようから、どうしようこうなったらって、そのなんだろう、ポジティブでいたらさ、まあなるようになるかとかってなっちゃったらさ、その全然あのリスクのセンサーがね、あのね発揮されないので、そこにぶち当たって、でそこでやっとなんか、はあ苦しいってなって、なんかそこで前もって準備できてないからあたふたしちゃうのね。私はもうそのあたふたがすごく嫌なんです。明らかんとしてた場合、明らかんとしようと思えば本当に私めっちゃ明らかんとできるんですよ。もうポーって、もうめっちゃ、でも私の中のポジティブ、私の中のポジティブモードがもうって何も考えずにやることに繋がっちゃうんです。自分のポジティブモードになると、もうそれはだから結構封印してるんですね。できるのはできるの、もともと私結構ポジティブシンキングだったから、いつの間にかネガティブになったけど、で私がそのネガティブポジティブを発揮したいなって思う時に発揮できればいいなと思ってて、もういざとなった時、もう本当にやばいってなった時はもうポジティブになればいいやって思ってて、もうそれまでは私はもう別にネガティブでもいいかなって思ってる。そう、なんかね、世の中なるようになるとかね言うけど、いやいや頑張らない時はありますから、いやあるから、あるからって、私はもうね、あのね、ケセラセラっていう言葉はねあんまり信じなくって、信じてなくて、もうケセラセラとかなってたら、まあ私絶対もうだって川に流されてるもん、もうなんか川に流れてる、な 川で生息するしちゃうんだけど、そんななってたら、だからもう川でもう海洋生物にならないようにケセラセラはもうダメなの。流されちゃうの、踏ん張ってわめきながら、ネガティブでもありながらも生きないと、もう海に流れ着いて流されちゃうの。海洋生物になるんです。
私は人間でいたいのです。人間でいたいの私は。でも難しいじゃん、そこの両立が。なんとかなる、レッツゴーってなるのとさ、いつも笑顔でゴーゴーみたいな、それだったら私もそのモードになれるのはなれるんだよ、なれるけど、それだったら私もう海に流れ着いて、もうなんかあれかも、なんかどっか違う外国の海で発見される、なんかなされるかも、流されて。なんとかなれじゃない、なんとかするの、なんとかならないの。だから私は発見されたくない、海外の海で沿岸部で人間でいたいんです。だから いや、いつもこんな感じじゃないです、もっと可愛いです。で、まあ何が言いたいかっていうと、確かにね、なんとかなるイコール何もしないってことじゃないんだよね。そう、だからなんとかなるっていうのはちょっと脱力するとか前のめりになりすぎてたり、なんかすごい空回ってるっていう時に使いたいよね。うん、そうそうそう、そうなんです。私がそう言いたかったのは、いろいろネガティブなりにもいろいろ、もういろいろこうやってからもう最後に、まあもう任せるか、運に身を任せるか、もうここまで来たらってなった時にもうなんとかなるか、もうあとは楽しもうみたいな感じで、やっとそこでポジティブになりたい、なれるわけ、なりたい、そこで私はなりたい。だからそこに到達できないの、いつも。ああこうだ、ああだ、これはなんだ、みたいな。そう、ポジティブになるまでの道は険しい。そして今からすぐにポジティブになる、なるってなったら、ポジティブモードになるってなったら、もう本当に。なんかすごいもうふにゃふにゃのなんかふにゃふにゃのポテトって感じになります。はい、そんな感じ。そういうことです。まあつまりはポテトはカリカリの方が美味しいっていう話ですよ。火曜日からポテト安くなってます。あ、そうなんだ。
いいね。私の口から何派っていうのは正直申し上げられません。なぜかっていうと、何派、マック派、モス派、ロッテリア派、キングバーガー派ね、もしくはケンタッキー派のポテトがいいっていうとね、やっぱ私はね、あの バーガーキングなんて言った私、まあそれで、まあ、言ってしまうとね、そこに人が殺到するでしょ、そこにもう、ね、もう殺到して困らせちゃうんです。だから言いません。はい、言わないんです。うん、もう全部の経済が来る。もう私が何派のポテト、どこんどこのポテトがいいですって言ったら、もう経済逆転するもう困る。そう、あのねそう、なんか今すごいね、潤ってるところ、お店あるとするじゃないですか。で、潤ってる国、ちょっと微妙な国あるでしょ。私がその微妙な国をのことをガーっておすすめしたら、もうみんなが殺到するから、もうひっくり返るの、もう世界が、経済が、もう全部が、自然も、あ、もう何もかも、その世界が180度変わるから、もう言えないんです。私何が好き、何派って言ったら、そう、だからもう察して、みんな本当に言えないんです。うん、もうね、何が言いたいかっていうと、すごいよ今、あの寒い寒いよ本当に。
なんかね、私本当に今ね大ピンチなんです。もう本当に大ピンチで、あの何がピンチかっていうと、壁が多すぎる。いろんな壁が、高い、分厚い、そう。そしてあのね手上げなんですよ。もう大ピンチすぎて、そうね、もう越えられないとは思う、この壁は。いや越えたいけども、結構分厚くて高い壁が立ちはだかっていまして、それはねもうね、あのなかなかピンチなわけですよで、まあね、いろんな問題があるからね、あんまり詳しく言えないけど、まあ、とにかく私にとって壁なんですよ、それは。壁。だからもう今月来月もうとにかく2024年は戦いです。戦いなんです、本当に。戦わないといけないのそれは未来に対してもそうだし、現実に対してもそうだし、戦いが始まるんです。また私は新たな第何章か分かんないけど、現実、未来、想像、そう、まあ、1月になったら
大丈夫かな、大丈夫になってたらいいなって思うけど。なんかね、でもね、来年な、今年なんかあんまり良くない年なんですよ。なんか来年の方がいいんですね。だからもうこれは最後の最後のなんか戦いだなっていう、うん、今年ってなることが本当に多かったんです。考えること多くて、あ、これはもうあかんってなることがもうほんまに多かったですね。もうこれはもうどうにか、もうあかんってなることがほんまに多くて、でそれで、あ、なんか前髪がめっちゃぐしゃぐしゃで、それでね、もう何回か、占いとかに頼ったりもしたんだけど、来年の方が良くなるからみたいな言われ続けて、ほんまですか、ほんまですかそれって言って、まあそれは一応信じてるんだけど、だからもう11月12月もう残り2ヶ月は私のもう2024年の最後の戦いです。はい、最後の戦いなの。もうこの戦いで私はもう乗り越えられなかったらもう海洋生物になります。海洋性生物ですかね、海に流されます。もなんかね、何、川、川ですかね、なんかミジンコとか、もうミジンコ、もうミジンコになるかも、小島ミジンコ、本当にもうミジンコになっちゃうってか、聞いてください。なんか昨日の、昨日かな、昨日か、昨日の夢、あれはまあ現実じゃないか、夢、夢は本当に良かったんです。はい。すごい覚えてないんだけど、なんかすごいね良かったんですよ。覚えてないんだけどね、心が温まったんです。でも覚えてないんだよ。うん、なんかね、心が温まった。でもなんとなく良かったっていうのを覚えてる。うん、はい。そう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 。そんな感じですよ。美味しかったな今日の鍋、本当に美味しかった。今日は鍋を食べたんですけど、まあそれは言ったか、美味しかったです。喋ってたらここの痛みがなくなりました。
言いません。何鍋食べたかとかはもうだから言ったじゃないですか、私がね、私がね、あの何鍋が好きです、何派ですって言っちゃったらもう殺到しちゃうからなくなっちゃうから元が。日本じゃなくても世界を動かすから言えないんです。うん、そう、もう狙われてるんです私もういろんな業界から狙われてるんですよ、もう本当に世界動かすから。何派って言ってください、何派って言ってくださいって、いや無理なんですって言って、まあそんなことないんですけど、ね、そう、そんなことはないんですけど、はい、今何時でしょうか。メール送りますね、この後。じゃあ配信終わります。13位ウミガメさん、12位キヨさん、11位ズーミーさん、10位マグさん、9位カジさん、8位カタカナのタカさん、7位サンタクさん、6位エルロロさん、5位クジマサさん、4位ソリオさん、3位ウリンちゃん、2位シンゴさん、1位ジャボテンさん。それでは終わります。戦いましょう皆さん、一緒にもう戦っていきましょう。それではまた明日の配信で。バイバーイ。